座王駅は、山形県山形市、大和松原にある、東日本旅客鉄道大本線の駅である、山形線の愛称区間に含まれている。旧駅舎かつては、駅周辺の日本石油山形輸送所や、日本セメント座王サービスステーション、北日本組合資料山形工場などへ続く、専用線が駅から分岐していた。そのため、 山形新幹線乗り入れに伴う改め機の際には下り線の三島駅と隣の山形駅の間が3線基上化されていたが、貨物取扱廃止に伴い競技用のレールは撤去された。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅。かつては貨物列車の発着があったため構内は広いが、線路はほとんど取り払われ、側線が数本残されているのみである。 駅舎とホームの間やホームの裏手には、かつて線路が敷かれていた名残の広い空き地がある。駅舎と二つのホームは、古戦橋で結ばれている。乗り場は、駅舎側が一番線、もう一方が二番線である。駅舎は、石積みの柱がある古くからのものである。山形駅が管理し、 JR 東日本東北総合サービスが業務を受託する業務委託駅、窓口、自動券売機が設置されている。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は990人である。1994年度以降の推移は以下の通りである。ありがとうございます。